ここどこ？誰かいるのか？教えてくれ。ここはどこだ？ここはね、ジャドの地下牢よ。あんたたちもビースト兵にやられちゃったんでしょ？頭に来ちゃうよね。私はアンジェラ。こんなところ早く出なきゃ。ちょっと待ってて。私に考えがあるの。私が出たらあんたたちも助けてあげるから。ほら、何を話している。おとなしくしろ。ねえ、そこのお兄さん、ちょっとちょっと着替えたいんだけど手伝ってくださらない？こっちこっち。ちょろいな。脇が甘すぎる。汚ね、騙したな。ふんだ、騙される方が悪いのよ。あっくんビーだ。かわいい。はい、お、ま、た、せ。行きましょう。やだ、ついてこないでよ。足手まといになるじゃない。港に行けば船があるから、あんたたちも勝手に逃げなさい。獣人たちがウェンデルに攻め込んで町の警備が手薄になったら船を出すって、私が捕まる前に町の人たちが話していたから。ここから逃げ出すんだったら、そこの女神像にお祈りして回復しといた方がいいかもよ。ま、運が良かったら船でまた会えるかもね。じゃあね。ありがとう。え、あ、こんな、え、敵いんのかな。はめとけよ。クソ、やられた。どんまい。アンジェラちゃんとはまあ、まあ、仲間キャラに選んでないから一緒に行くことにはならないんだろうな。じゃあお祈りしてく。ウェンデル大丈夫かな。あ、ここジャードのあれかな、領主様の館かな。これなんだろう。あー、キラキラ取っていこう。この犬、飼い犬じゃないよね。敵だよね。頑張りましょう。仕掛けで閉ざされてる。え、なんか解けばいいのかな。宝箱欲しい。これか、仕掛け。どこかで扉が開く音がした。戻ろう。あれ、ここじゃないの？ここじゃないの？なんだよ。この中に仕掛けがあるのかな？そしたら、あ、ここに仕掛けあんじゃん。はい、気づかなかったな。で、ここが開くかな？あ、いた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 。よかった。ハチミツドリンク。506。大きいね。じゃあ、ここかな？あれ？ここやっぱ、領主様の館だったんだ。普通にいるけど、獣人。話しかけれんのかな？あはは。襲ってこないんだ。へぇー。あ、誰もいない。みんな避難したのかな？あ、あの子もいない。ケビンくん。もういなくなってる。じゃあみんないないな？おう、さっさと乗ってくんな。
もう出航だ。間に合ってよかった。アンジェラがまだ来てない。え、お願い、もうちょっとだけ待って。悪いが、もうこれ以上待てん。諦めてくれ。先に来てるかと思ったのに。船が出るぞ。あ、嘘、待ってよ。あ、もう信じらんない。これ大丈夫なの？え、どうやって出るんだろう、アンジェラちゃん、こっから。随分時間を無駄にしてしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。え、ウェンデルはいいの？そのままでウェンデルの方に行くかと思ったけど、大丈夫なのかな。すっごい平和な BGM が流れてるけど、マイヤ、ヤンコ、ここは敵に襲われたりしてないんだ。ジャドから脱出できたが、これからどうすりゃいいんだろうな。町の人に話を聞いてみる？そうだな、何かわかるかもしれない。ついでに武器屋に行って品揃いを見てみようぜ。おお。ってことで、じゃあ情報収集ですね。ジャドには帰れない。はい、新しい武器あるかな。黄金の街道は町の西から行けるよ。黄金とは言うけど金目のものが落ちているわけじゃないからな。なるほど。あ、フォルセナの英雄様の話してる。あー、黄金の騎士、お父様。へー。で、リスちゃんいる。ここはそんなに複雑な街なのでしょうか。先ほどからいろんな男性が道を訪ねてくるのですが、それはさあ、リスちゃんが可愛いからお話ししたいんだよ。可愛いなあ。あー、デチデチいた。何その動き、可愛すぎでしょ。かわいい。あ、この二人のツーショットかわいいね。かわいい。シャルロットは痛い気な美少女、つまり戦いはあまり得意じゃないのでち。みなしゃん、精一杯シャルロットを守るんでちよ。かわいいけど読みづらい。町外れの発明家に憧れているらしくって、あの変わり者のどこに興味を持ったのかしら。町外れに変わり者がいると。あー、その話するね。あ、ここなの？ボンボヤジ？はあ、はあ、大錬金術師ボンボヤジの大発明、金術大公開。ボンボヤジってあのファイナルファンタジーガイデンでお世話になった親父なんですけど、あのチョコボのこと直してくれたりとか力になってくれたんですよね。それと同じ名前の人ってだけかな。あたいは妹のボンソワール、兄貴は錬金術師なんて言われてるけど、ただのマッドサイエンティスト。金なんか作れやしないんだから。なるほど。あー、これがボンボヤジ。ここはいけないと。話しかけてみるか。わしがボンボヤジだ。君たちは誰だ。いや、そんなことはどうでもいいよろしい。いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。うん？何？あ、じゃあとりあえず裏庭行く？うん。あ、キラキラ。あれ？
あれ大砲じゃないですか。うん、とりあえず何もなさそうかな。え、これはどっからどう見ても大砲ですね。話しかけよう。あれは何かと聞きたいのだろう。まあ待ちたまえ。もったいぶるね。マイヤとフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りの上危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便だが、しかししかしわしが今作っているスーパーキャノンマーク2ならひとっ飛びで行けるようになる。もうすぐ完成なのだ。というわけでわしの自慢終わり。ありがとうございます。じゃあまだ完成はしてないんだ。うん、完成したら大砲で移動できるようになるのかな。これなんか世界地図とかないのかな。フィールドマップは見れるけど世界地図みたいなのはないんだ。うん、位置関係が分かんないな。とりあえずじゃあ他の情報を探しましょう。品揃え変わんなくない？変わんないよね。どうしよう。でもお金いっぱいあるし買っとこうかな。目が高い。せっかくだし。気に入ったぜ。あ、じゃあ装備しときます。じゃあ最初から買っとけよかったかな。いい仕事してるでち。あ、いい仕事してるでち。お目が高い。使わせてもらいます。こんな感じで喋ってくれるんだ。まあいいか。はい、新しい武器あると思ったんだけどな。黄金の街道は西の商業都市バイゼルの手前で分かれて、英雄王様の治める草原の国フォルセナへのも続いている。フォルセナはデュラン君の国ですよね。あ、すいません。じゃあそのバイゼルってとこに新しい武器あったかな。まあでも安いし買っといてよかったか。防具も見よう。大地の裂け目のどこかにドワーフたちが住むドワーフのトンネルへの入り口があるらしい。ドワーフもいると。いい商品揃えてるよ。あ、なんか増えてるね。あれか、かぶり物か。かぶり物か。どうしよう。お金あるし全部買っとく。なかなかの品だな。なかなかの品だな。ワクワクでち。羊の着ぐるみに猫耳フードをつけるんだ。いい仕事してるでち。いい仕事してるでち。これ欲しかったんです。あ、よかったね。お目が高い。使わせてもらいます。オッケー。またのお越しを。うん、俺もお前たちと一緒の船でジャドから逃げてきたのさ。はい。噂じゃ聖都ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちの侵攻を防いだそうだ。よかったね。ところがだ、光の司祭様はそのために不治の病にかかり倒れてしまったらしいぞ。おじいちゃん。ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうのに、その神官も行方不明らしい。これじゃあ司祭様助からねえかもしれんよ。おかわいそうに。そんなおじいちゃんが大変でち。すぐ戻らないと。シャルロット、残念だけど今は無理だよ。ジャドには戻れない。じいさんのためにも少しでも早くマナの剣を手に入れヒースを探し出さなければ。おじいちゃん。おじいちゃん。おじいちゃん体持つかな。
あ、この先が黄金の街道か。うわぁ、まあ、でもあれなんだ、ウェンデル自体は無事だったんだ。うわぁ、おじいちゃん。じゃあこの星ついてるおじいちゃん。ほう、お主たちマナストーンを探しているとな。マナストーンのことならおそらく草原の国フォルセナの英雄王がよく知っておられるはずじゃ。知ってる人物なんだよな。国王陛下がマナストーンに詳しいなんて知らなかったぜ。うん、じゃあフォルセナに戻るのが目的なんだ。一回宿屋泊まっとこうかな。ちゃんとこういう映像が流れるんだ。あの2みたいに宿屋のイベントみたいなのはないんだ。じゃあ行こっか、黄金の街道。あ、そうそう、アーマーね。アーマーを持っている敵強攻撃してから壊すと。で、黄金の街道。あ、あれは矢を撃ってくる、なんだっけ名前忘れちゃった。グレンの魔導士を倒すまでフォルセナに帰らないと決めていたが、まさかクラスチェンジもせずに戻ることになるとはな。確かにのこのこ戻ってきたと思われたらやだな。あんた、サボテンみたいな不思議な生き物を見かけてないか。この辺りで見たって話をず聞いてずっと探してるんだ。すごくシャイで見つけてもすぐに逃げてしまうらしいけど、声をかけると何かいいことがあるらしいって噂だぜ。あんたのあんたも旅のついでに探してみたらどうだ。サボテン？なんだろう。え、はぐれメタルみたいな感じかな。敵ではないのかな。皆さん、ここ先はが文字がかすれて読めない。なんだろう。夜は危険、アーチを通れ。かすれてる。アーチを通ればよいと。こっちは何なんだ。ん、道。あれ？何これ？サボテンってこれ？いい笑顔だったな。かわいい。うん。サボテンくん発見数。なんだそれ。サボテンくんは世界各地を旅する不思議な存在です。町や洞窟など様々な場所で見つけることができます。見つけるたびに一つスタンプが押される。たくさん集めると素敵なご褒美があります。はー、マップメニューから X でいつでも確認。次のご褒美は未発見の宝箱の数が分かるようになる。あ、いいじゃん。じゃあサボテンくんを積極的に見つけましょう。これどっちに行けばいいんだ。マップ。あ、サボテンくん見つけた場所にお花マークついてる。二手に分かれてるな。こっ、こっち行ってみようか。見えたか。よし、調子でいこう。バイ、え見れなかった。ちょっと待って、リースちゃんが、リースちゃんが向こう岸に取り残されちゃった。あ、なんだこれ、ラビのアクセサリー。ラビのアクセサリーってあれだ、購入特典みたいなやつだ。あったんだ。これは、経験値が増えるんだ。あ、じゃあこれデュランくんでいいかな。で、なんか今手に入れたよね。
あ、そう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 。あー、これはリースちゃんしかつけれないんだ。衣装はあれかな、クラスチェンジした時の衣装ってことかな。へえ。ごめんね、置いてきぼりにして。目的地はこっちだけど、あっちにも道があるんだよな。でも自動でシャルロットちゃんが回復してくれるんですよね。ああ、どっか見てる。あ、大地の裂け目に来ましたね。そういえば設定からダッシュの設定ができて、なんか自動にすると L スティック押し込みせずに自動でダッシュしてくれるようになったんですよね。なんかこれアップデートで来てたみたいで、だいぶ移動が楽になりましたね。設定しといてよかったですね。あの吊り橋、あれじゃない？デュランのオープニングでなんか決意固めてた時のやつじゃない？んで？ムビー。な、何者だ？貴様、フォルセナ兵だな。見つけられては生きて返すわけにはいかん。この場で抹殺する。ちょっと待ちな。どういうことだ？待ちなさい。どんな理由であれ抹殺なんて許せません。うわあ、ボスが怒るんでち。黙れ、お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。なにこれ、なんだ。あ、なんだっけ、一郎くんと二郎くんだっけか。まさかこいつら、あ、オルセラに攻め込むつもりなのか。だとしたら、俺がこの場で何とかしないと。オッケー。で、そいつも、あ、はいはいはい、これでアーマーが取れる必殺技。硬いな、結構。こいつは2体とも強いぞ。強いぞ。まずは片方に攻撃を集中して、うん、敵の数を減らすぞ。あ、じゃあこっちやろう。あ、ありがとう、ヒルライト。デッチ、じゃあデッチも、あれ、そう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 、オッケー。片方に集中させてって言ってるじゃん。やめません。あ、なに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 、ちょっと待って。待って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 、ちょ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 、ありがとう、ヒルライト。リングコマンドが、リングコマンドが十字キーじゃないっけ。あ、そう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 、これでリングコマンド使えるんだよね。いっぱいあるから道具使っちゃおうかな。まんまるドロップ。あ、ちょちょ、集中させてって言ってる。同じ敵を攻撃してほしい。あ、痛い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 。はいが、すごいね。はいね。ほら、あ、あー、逃げて逃げて逃げて。あー、待て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 。そうそうそう、これ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 。リングコマンドのボタンが危うい、まだ。で、シャルロットちゃん。嬉しい。あー、ピコンピコンしてる、ピコンピコンしてる、ピコンピコンしてる。やばい、回復アイテム結構使うな。今のあれかな、クリティカル的な。オッケー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 。
そしたら、あ、もう、ハマってんじゃん、あれ、必殺。加減はなしだぜ。どうだよ。呪文じぎり。呪文じぎり。そしたら、ディースちゃんも。参ります。加減を。で、あー、うん、レチレチも。ほらほら、こっちだし。それ。レイ。まだです。あははは。ちょっと、リースちゃん、そんなとこにいたら、食らっちゃうよ。使うしかない。あー、よかった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 。やばい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 。で、L、X。倒したかな？あー、一応ボスだったのかな、これ。あー、強かった。だってレベル2つ上がっちゃったもん。怖いわ。やばい。そう言ったい。やばいとか言っちゃってるもん。うわ。うわ。なんてこったい。この橋が落ちてしまったら、フォルセナにはどうやって行けばいいんだ。どうやって行けばいいんだ。ってことで戻るのかなこれ。てか、さっきのムービーで気づいたけど、デュラン君、あ、戻ってきた、マイヤに。デュラン君、ラビのアクセサリーちゃんとつけてるんですね。ちゃんと見た目に反映されるんだ。他にフォルセナに行く方法がないか、情報を集めよう。あいつら、あのままフォルセナに攻め込むはず。急がないと。急がないと。うん、そうだね。あれですよね、アンジェラちゃんの国がアルテナで、その兵士たちが来てたと。いるね、デチデチ。あは、同じこと言ってた。あれ？ちょっと待って、気づかなかったけどさ、あー、ちょっとサボテンいるじゃん。サボテンくんを見つけた。オッケー。これなんかあと3回見つけたらいいものあげる。まあここなんだろうな。でもボンボヤジの家なんか言うかな、妹さん。あー、特に変わんない。あ、いたいたいた。なに、吊り橋が落ちた。ついにわしのハイパーデラックススペシャルキャノン V2 の出番じゃな。出番じゃな。この前と名前違う。そうだっけ。あー、うるさい。そんなことはどうでもよろしい。とにかく裏庭に行って待っててくれ。ってことで裏庭かな。どう見ても大砲だよな。ついに完成した、わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち初めじゃ。あ、作るのに夢中で忘れておった。火薬だ、火薬。ニトロの火薬がないぞよ。すまんが、君たちニトロの火薬を取ってきてくれ。火薬。わしは次なる発明で忙しいのでの。よっしゃーさー、いっちゃいっちゃ。どこで取れんだろう。どうしましょう、火薬を見つけなければ、うん、仕方ない。他のやつに聞いてみよう。